東京都の一日あたりの感染者が500人未満に減っても、その時点で緊急事態宣言を解除すれば、4月には再び宣言が必要な状況に戻ると、京都大学の西浦博教授が試算しました。政府は緊急事態宣言を解除する要件として、対象地域の一日あたりの感染者が500人を下回ることなどを挙げています。西浦教授のシミュレーションでは、 都内では来月24日頃に500人を下回りますしかしその時点で宣言を解除すると4月14日頃には1日1000人以上という今と同じ状況に戻るということです解除の要件を1日100人未満にすれば7月中旬までは今のような状況には戻らないとしています